東方ビルと東方ビルとは、東京都世田谷区大倉5丁目2032に存在したテレビと映画のスタジオ、東方株式会社の連結子会社。法人名は株式会社東方ビルと、東京都世田谷区正常にある東方スタジオとは別に存在したスタジオ。閉鎖時においても、約6000坪の敷地面積に6つのステージと、各施設を持っており、最も多い時期には、 スタジオ8つとオープンセット1つが存在していた。1962年10月に東京美術センターとして設立。通称、ビッセンとして、スタジオとともに大道具製作セクションとして稼働。1973年11月に名称を東方ビルトに変更して撮影所としての機能も大幅に強化された。もともとは黒沢明の監督作品、赤ひげや、 七人の侍などの撮影で使用されたオープンセットを美術倉庫として使用したのが始まりとされ、東京美術センターの設立前にも学園物などの撮影に使用されていた。つぶらやプロダクションによる一連のウルトラシリーズの撮影場所としても長年使用されたことから特撮の聖地とも言われる。1996年春にはつぶらやプロダクションの出資により、 ナンバー5ステージのホリゾントを高く改造している。この他にテレビドラマ、映画、CM の撮影にフル活用されてきた。1990年代後半からは施設、設備の老朽化や周辺地域が宅地化されたことにより、以前は生じなかったセット設営時の騒音問題や、周囲の道路がすべて細く、自動車の往来などの交通の不便さなどが指摘されていた。 2005年後半に解体の計画があったにもかかわらず事務所外壁の塗り替えが行われた。壁がピンク、屋根は青だった。2007年10月2日に施設の老朽化と東方スタジオへの機能集約に伴い、2008年2月に閉鎖することを発表。2008年5月23日に発売した池、池、池ゴッドマン グリーンマン DVD ボックスの特典ディスクの新作、池。ゴッドマンが最後の撮影となった。閉鎖後は全、建物を解体。跡地は集合住宅として再開発された。法人の株式会社、東方ビルトも2008年10月をもって解散。なお、東京都世田谷区北見2丁目に、成城警察署東方全交番があり、名残を残している。 1981年1月に、周辺民家からの飛び火で火災が発生、強風だったこともあり、時代劇用のオープンセット1500平方メートルに、加え、木造平屋建てスタジオ1棟、木造2階建て作業所3棟の延べ560平方メートル、マイクロバス2台を全焼、隣接する、透明高速道路も上下線とも通行止めとなった。 ABC ウルトラマン全史 2013P52009 年10月15日東方プレスリリース2008年10月24日東方プレスリリースありがとうございます